ったく勇敢と無謀を履き違えてるようだ。竜が寝るための場所みたいだな。前方に注意しろ、奴が来る。ほら、生まれた。この世界にまた新たな仲間が増えたね。でも、彼の運命がそうなるのは確かなの？はあ、わしの計算に間違いがあるとでも？あたしは好きじゃない。そんだったらお前が言ったように。君の言う通りだね。いいかい、あたしの子よ。君の名は。待って。
ったく、あと何回君たちを助けてやればいいんだ。ありがとう、カサッチさん。うん、頭がくっ…悪竜の記憶か。うん、どうやらみんな見たみたいね。あの竜、オイラたちが思ってたのと違うみたいだった。この世界で起きてることは、次にあの竜に会ったら話ができないか試して。うん、オイラもそれがいいと。もし上が童話の世界だとしたら、私たちはまるとにかく先に進むとしよう。だ、おいおい、避けられる？天へと前。
ついてこいなんて言ってないよ。私たちの家はあの悪竜に。星が、城の星が奪われた。俺たち悪竜に食われなかったのか。あの悪竜、俺たちをここに放置していったのか。カサッチさん、お前一人で前に出過ぎだぞ。やつはすぐ目の前だ。私たちが来るのを待ってるのかな。というより私たちがここまで追い詰めたって感じじゃない。オイラたちはただあいここに来る奴らは全員あの竜を撃つことが目的だった。なんとかして落ち着かせる方法はないかな。その希望は持たないことをお勧めするよ。これまでの戦いに備えておけ。時には一発殴ってやらないと。聞かない奴だ。そんなに叩きのめされたいのか。あいつ口を大きく開けたぞ。爆弾で口を塞いでやらなきゃ満足しなそうだね。